軽やかなリズム、心弾む調べ、夢を呼ぶコーラスは軽音楽ホールの開幕を告げます。先週に続いて今日の軽音楽ホールは NHK506 スタジオに木村純子トリオの皆さんをお迎えして、スタンダードナンバーをお楽しみいただくパート2です。出演ピアノ木村純子、ドラムスドナルド・ベイリー、そしてゲストベースのレッド・ミッチェル以上の皆さんです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。河野治です。今日は木村純子トリオの皆さんの演奏パート2ですね、ゲストにベースのレッド・ミッチェルさんをお迎えしておりますが、まず演奏の前に木村純子さんに伺いましょう。レッド・ミッチェルさんと木村さんと知り合いになったというのはいつ頃なんでしょうか。そうですね、2年ぐらい前に、はあ、ストックホルムから電話がかかってきまして、はあはあ、いろいろと音楽の話とか、そんなことをいろいろお話ししまして、はあ、でとってもあったかい方だっていう印象を受けまして、拝見してもそんな印象を受けますけどね。私も一番最初に好きになったベースがレッド・ミッチェルさんなんですけども。そうですか、はい、そして実際にお会いになったのはもうこちら東京へ見えてからということなんでしょ。そうです、はい。木村さんから見ましたね、はい、このレッド・ミッチェルさんというと、今ちょっとあったかい方だって伺いましたけれども、この音楽面ではいかがでしょうか。そうですね、もう音楽のすべてを持ってるミュージシャンだと思います。一口で言えば。そうですか、はいはい、その共演非常に楽しみなんですけれども、早速聞かせていただきましょう。で、1曲目は何を演奏していただけますか。All the things you are っていう曲なんですけども、はい、はい、スタンダードナンバーですね。じゃあお願いいたしましょう。Thank you.
お聴きいただきました木村純子トリオの皆さんの演奏 All the things you are でした。木村さんいかがですか、レッド・ミッチェルさんと共演されて。そうですね、音楽的にも、もうフィーリングとかすべて、はい、どんどんなんか伝わってくるって感じで、私もなんか上がってしまいました。いえいえ、大変息の合った演奏を我々肌で感じましたけれども、続けてまいりましょう。次は何でしょう。はい、バラードで、はい、Jesus Feels Things っていう曲です。あ、はい、あ、レッド・ミッチェルさんをフィーチャーしてお送りするわけですね、はい、お聴きいただきましょう。 Jesus Feels Things。Thank you.
それではここで今日のゲストでいらっしゃいますベースのレッドミッチェルさんにお話伺いたいんですけれども、まあ、木村さんから伺っていただきたいんですがね、日本に見えたのは初めてですよ。 Yes, the first time I've been to Japan, we came the day before yesterday. 初めてで一昨日参りました。日本に対する、まあ、印象というのは今まで何かお持ちでしたでしょうか。 I think、Japan is、perhaps the most highly civilized country、I think、you know, civilized from the old Latin, it just means、having built cities, and civilization means、the art of living together in cities. And I think that the art of living together in cities is very highly refined in Japan. 一口で言えば大変教養の高いということは、つまり芸術的で高度に洗練されているという国という印象を受けます。今日やっとこの一緒に演奏されることが実現されたわけなんですけれども、木村純子さんについて伺いたいんですけれども、彼女のピアノをどうお思いになりますか。 I like her、and、I like her personality very much, and we have spoken on the phone, you know, before I came to Japan. Yes, yes, almost 1 year. Yes.、Before. And I knew her voice was beautiful over the phone, but now I see that she's beautiful also in person. And、I find that she has,、she can express、a range of feelings on a piano.From very delicate to very strong and everything in between. Thank you very much. Thank you. 彼女が好きだし、人柄も好きです。日本に来る前に電話で話をしましたが、美しい声で会ってみたら美しい人でした。おそらく人柄も美しいでしょう。彼女のピアノはピアノのフィーリングもよく表現できるし、大変デリケートで、また大変力強いと思います、木村純子さん、大変照れながら通訳してくださいましたけども、自分のことってやっぱり言いにくいですよね。そうですね。あのレッド・ミッチェルさんの今後の計画なんかありますか。 Yes, I'll be going from here to Swedenworking in a school with a tenor saxophonist named Nisse Sandström, and it's a kind of a new thing in Sweden、to send jazz musicians out to the regular schools, not music schools, but regular schools, two at a time, to try to、stimulate the students and help them to communicate with each other.Through music.、and not music students, but just normal students, you know, just to let them know that one can communicate very well through music certain things that one can't say、in words.、そうですね、スウェーデンに、帰って学校で仕事をする、これはスウェーデンでも新しいことの一つですが、ジャズミュージシャンを音楽学校でない普通の学校に送って、音楽を通じてお互いに刺激やし合うということを試すことなんだそうですね。それから言葉で話すよりも音楽を通じて、お互いにコミュニケーションをとって、そういうことができる学校、その方が効果があるということなんでしょうね。Thank you very much. Thank you. どうもありがとうございました、木村純子さんに通訳していただきました。ありがとうございました、これからまたレッド・ミッチェルさんにこの素晴らしいベース聞かせていただきたいんですけれども、何をやっていただけますか。
そうですね、バラードで、うん、ポルカドッツ、あのムーンビームスっていう曲を演奏いたします、はい、では聴かせていただきましょう。ポルカドッツ&ムーンビームス。Thank you.
ただいまお聞きいただきましたのがポルカドッツ&ムーンビームスでした。今日は素敵なベースレッド・ミッチェルさんと共演されましたけれども、今後どんな方とやっていきたいと思いになりますか？そうですね、アメリカのミュージシャンとかそういう人に限らず、はい、日本にも素晴らしいミュージシャンがたくさんいらっしゃるし、個性を持った方で、お互いにコミュニケーションを大事にして楽しく、演奏できる方ともどんどんやっていきたいと思います。まあ、幅広くいろんな方と一緒に共演されたいと、はい、まあ、そういうことなんでしょうね、はい。そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたんでね、最後にもう一曲何やっていただけますか？はい、 For Once in My Life って曲です。はい、
For Once in My Life。 演奏は木村純子トリオの皆さんでした。お聞きの軽音楽ホールは毎週金曜日の午後10時20分から11時までと、土曜日の午前10時から10時40分までお送りしております。けれど